レジー・ウェインはルイジアナ州ニューオーリンズ出身の元、アメリカンフットボール選手。ポジションはワイドレシーバー。マイアミ大学では4年間先発 WR としてプレーした。当時のチームメイトにはエドリード、サンタナモス、アンドレ・ジョンソンなどがいた。4年間で彼は大学記録となる173回のキャッチでマイケル・アービン。 ラマートーマスに次いで3人目の 20TD を記録した。1年時の48キャッチも大学記録となっている。卒業時にはリベラルアーツの学位を取得した。エドリードとはルームメイトであった。2001年の NFL ドラフト1巡目30番でインディアナポリスコルツに指名されて入団した。1年目はわずか27回のキャッチで345ヤードを獲得。 タッチダウン例であったが2年目には49回のキャッチで716ヤードを獲得 4TD を挙げた。2003年からはマービン・ハリソンと並んで不動の先発 WR となり、この年68回のキャッチで838ヤードを獲得 7TD を挙げた。2004年には77回のキャッチで1210ヤードを獲得 12TD を挙げた。 この年チームのビ b ペイトンマニングはシーズン 49TD パスの NFL 新記録を達成した。デンバーブロンコストのワイルドカードプレイオフでは週間最優秀攻撃選手に選ばれた。2005年には83回のキャッチを記録した。2006年チームと6年3950万ドルの契約を結び86回のキャッチで自己ベストの1310ヤードを 獲得、QTD を上げた。この年初めて、プロボールに選出された。第41回スーパーボールでは、第1球に53ヤードの TD レシーブを上げて、チームの勝利に貢献した。2007年には、マービン・ハリソンが怪我で、シーズンの大半を欠場したため自己ベストの104回のレシーブで、NFL トップの1510ヤードを獲得、2年連続で、 プロボールに選出された。2008年には82回のキャッチで1145ヤードを獲得、6TD を上げた。この年、ピッツバーグスティーラーズ戦では最初の攻撃ドライブで65ヤードの TD レシーブを上げている。ハリソンが退団した2009年にはエース WR となり、100回のキャッチで 10TD を上げた。2012年3月、 チームと3年の契約延長を果たしたしこの年チームは、新ヘッドコーチとして、チャック・パガーノを迎えた。パガーノコーチが、急性骨髄性白血病で入院してから迎えた、最初の試合、グリーンベイ・パッカーズ戦で、自己ベストの212ヤードを獲得しチームの勝利に、貢献、AFC 週間最優秀選手攻撃部門に、選ばれている。11月25日の試合で、 59試合連続で複数レシーブの NFL 新記録を達成。これまでの記録はミネソタ・バイキングスなどでプレイしたクリス・カーターの58試合であった。2013年第8週のデンバーブロンコス戦で膝を負傷して戦線離脱した。それまで NFL のワイドレシーバーとして歴代3位となる189試合連続出場をしていた。 2014年10月19日、レシーブで1万4000ヤードを獲得した9人目の選手となった。この試合で右肘を負傷し、翌週のピッツバーグスティーラーズ戦を欠場した。12月下旬、第6週から上腕3頭筋を負傷しており、シーズンオフに手術が必要なことを公表した。この年64回のレシーブで779ヤードを獲得に TD を挙げた。 2015年3月6日、コルツはウェインと再契約を結ばないことを公表3月10日にフリーエージェントとなった。8月24日、ニューイングランドペイトリオッツと1年契約を結んだが9月5日に解雇された。結局2015年シーズンはどのチームとも契約せず2016年1月15日に引退を表明した。 クロスルート、スランとカムバックに加えてレッドゾーン内ではダブルムーブを好んでいる。マニングとのホットラインは現役 QB と WR の間ではタッチダウン数、レシーブ数ともにトップとなっている。ありがとうございます。